はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウープ主のピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回はこちら、海岸の砂丘のきらめく光流やっていきたいと思います。光流、きらめいてる光流、光がね7、ウェーブが1となっておりますので、次から次へと入れ食い状態っていう感じなんですけれども、今回使うパーティーはこちら。あれ、いつもと違うキャラクターが一人いるよってなりませんか？こちらのキャラクター、リコさんでございます。コメントの方にて断り属性のサポーターリコがおすすめですよという、コメントがございましたので、今回から採用してみたいなということで、ハイパー化レベル100&ハイパー化を、しておきました。はい、そんな感じですね。こちらのキャラクターかわいいですね。はい、っていうのもそうなんですけれども、なんかこう説明をねこう読めるんですけれども、ちょっと笑ってましたね。非公式のキャラクターではあるんですけれども、公式的な言及はないですが、元ネタは明らかに、青緑髪のツインテールで天使でネギで歌姫な彼女でしょう。スペルもセリフもほぼそのままですというね、ことを書いてありまして、ほうほうほう、ツインテール、ネギ、歌姫、ほう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 、で北海道のねあそこのやつだよねとかいうこともいろいろ考えながらやってたら、っていう。トウとリコでいいのかなの消失って、えって、どう考えても初音の消失と同じな感じで、こっちもファンタジックシンセサイザー、ハッピーなシンセサイザーと似てますよねっていう、その他いろいろねそのままっていうのが多いっていうね。はい、でもコメントくださった方ありがとうございました。ちなみに、他にもねコメントの方でいただいたキャラクターとしてはあと2キャラくらいいますけれども、軽くパパッと、かなこ様と水着の、ケーネさんでございます。詳しい紹介はまた後日ということで、早速やっていきましょう。海岸の砂丘きらめく光流、難易度ルナティックスタートです。初めてだ。霊力不足か。そうか、さっきまで強化してたから完全に今忘れてた。そうだよね。さあとりあえず霊力80だけど200くらい回復していれば大丈夫でしょう。行こう。はい、ゴーゴー。なんかもうちょっと恥ずかしい、自分の管理不足言われた感じがしてすごい恥ずかしい。さあということで出てきました。光の竜、嫌なキャラクターのね記憶がひしひしとありますけれども、光竜じゃなく王竜、光属性のキャラクターで、自動攻撃強化、自動速度強化がついております。でホワイトドラゴン弱体防御がすごい、ホワイトドラゴンいい加減にしてくれというね、そういう感じでございます。ホワイトドラゴンならまだいいんですよ。ホワイトドラゴンなら問題はサンクチュアリドラゴンだったかな、なんかそういうキャラクターがあるっていう、ひじりさんを抜きたくなかったっていうのもね微妙にありますけれども、リコさんサポーターなんですよね、立ち位置が完全に。なので、今回は同じく攻撃役としても優秀ではありましたけれども、位置づけ的にはどちらかというとね、僕の位置づけ的にはサポーターであったひじりさんと、リコさん交代という形となっております。はい、で、リコさん別に表に出しててもいいと思うんですけれどもね、スキル的にさっきそんなにスキルの紹介はしなかったですね、名前のツッコミはしてましたけれども、その時は来た時にもう一回見ましょうか。さあ綺麗に全部防がれて王竜だけにかかるこの様、ちょっと悲しい。なんかデバフは全員に効いてなんぼですよね。さあ全員にかけましたので、ついでにスキルもねパッとこのまま見れるんでいきましょうか。リコさんのスキル、全体の速度強化、 HP 回復の能力減少全回復、全体の SP 回復で、ディレイ1技の速度減少付きの威力250の技と、高速周回ができない分ね SP を配るっていう能力がちょっと下がっておりますが、ひじりさんとは違って能力減少を回復させることが可能となっております。あとは CT をね削ることができます。
パッシブも含めてそうだったかな。さあ微妙にホワイトドラゴンも火力がある。で、これメリーさん先に動かすんじゃなくてな、レンコさん動かしておいた方が良かったな、これは。でもまあチャージ入りでどうしよう、夢とうつつの境界の方を打った方がいいかな。威力300、王竜に叩き込め。43,102、ナイスアタック。さあとりあえず毒性エンハンスを打ちましょう。で、速度上昇で CT 増加は誰にやろう、メリーさんかな。ほいはい、ゴーゴー。さあということでそのまま全体攻撃で動かれる前にとりあえず倒しては、雑魚キャラは倒しておきたかったけど、まさか後ろから逃亡キャラが来るとはな。さあとりあえず能力を見ていきましょう。河川さん TP チャージ力200、縦列攻撃の自分の攻撃速度を 20% 上昇、全体の速度を 25% 上昇の CT ブースト 100%。 イクさん TP チャージ力200、貫通攻撃の防御 50% 減少で、50% の結界と CT ブーストが100で、メイリンが、TP 2技威力250の炸裂攻撃 CT30% 減少で、自強化で攻撃防御 50% 上昇。メイリンが一番厄介かなこれ。 CT50 技を、持ってるので TP 技を発動しやすい。まあ速度バフ持ってないのが救いですけれども、それでも強いな。威力250の技ですからあんまり動いてほしくない。いやーでも救いだったのは先に動けるってことか。さあでも CT を削る技はないから魔術師メリーでいけるとこまで。さあ王竜が死んだことによって見やすくなった。さあ 50% 減少を打たれて新規さんには0ダメージ。ブリリアントハーミットからの全体攻撃だけどもダメージはほぼほぼ食らわない。はいリコさん、すでに敵がね死にかけの状態ではございますけれども、油断はせず全体の HP 回復 SP 回復やっていきましょう。さあとりあえずメリーさんのね SP は、まあ、長期戦ではないんで大丈夫ですけれども、とりあえずリコさんの消失をやりましょう。消失というかどちらかというと消失するのは相手なんだなっていう。さあアインソフォールを打ちたいところですけれども、イクさんの TP が溜まってるので TP 削り、そのまま2人とも倒す。 OK です。はい、秘伝の書が2つと口伝の書が1つ。いやーこれかなり高いんでね、秘伝の書と口伝の書、あとは金珠の書と覚醒の書はね本当にいくらあっても足りないレベルですからね。ということでクリアしたんで雑魚的やっていきましょうか。まだトロピカルアイランドっていうのが出てきましたね。さあとりあえず雑魚的いきましょう。ひび割れた谷間、乾燥肌ですかね。はい、とりあえず地属性なんで粘属性、これかな、粘属性のキャラクターをまあ適当に1体編成。 OK ゴー。違うこっちじゃない、こっちか。さあ行きましょう。ひび割れた谷間道中、ついでに雑談パート行きましょう。スタートです。ほい、ということでまあ雑談パートそんなに長くはないですけれどもね、やっていきましょう。まずは、前回の動画、9時台ぐらいにね、夜の9時ぐらいに上げたんですけれども、早いため撮りかっていうね、コメントをいただきました。いやーもうなんか上がった直後に反応してもらえて、普段と違う時間に上がってるのにって思って、意外でしたけれども本当にありがとうございます。いつもね多分こう通知が来るようにしてくださっているんだと、はい、信じてますけれども、そんな感じでねすごい早いなと、なんか他人事のように驚いてました。で、そんな感じでねタメ撮りである場合はまあ上の方にねタメ撮りって書いておりますので、その時はまあそこで確認してもらえればと思います。まあ別にタメ撮りだろうがなんだろうがっていう感じですけれど、違いはねコメントの反映がちょっと遅くなるぐらいです。ですがまあこうね毎日ほぼほぼ上げているという、毎日じゃないか、週3ぐらいのね早いペースで上げている身としてはコメントの反映は早いことやっていくつもりではありますので、バシバシコメントよろしくお願いいたします。いやなんかちょっとサポ
ポートで強化しないから死にかけてるのがちょっとやばいな。まあそんな感じなんですけれども、とりあえずですね、まあ一応やれる限りは、コメントの反映をしていくつもりではあるんですけれども、キャラクターの加入はできても強化がちょっと間に合わない可能性が出てまいりました。まあなんでかというと、もう霊種がないということになってます。バックアップの200個を含めて、今んとこ全部消費しておりますので、残りの霊種の数が22個だったかな。それぐらい死にかけというか、まあ枯渇したね、カツカツした状況ではありますので、強化が間に合わないという可能性が出てまいりましたけれども、やれる限りは進めていくように心がけておりますので、バシバシね、ほんとコメントよろしくお願いいたします。はい、あとはもう本当にね、キャラクターの時にこのキャラクターうんぬんっていうのもそうですけれども、お釣りは何でもいいですからね。本当に可愛いでも何でもいいです。理由を一言ね、コメントのところに添えてもらえるとと思います。今回はね、ちゃんと添えられてて分かりやすかったです。いやもう僕はこのキャラクターのやつはいつも使ってるんですよっていうコメントだったり、逆にもうなんかこうサポーターとして優秀ですよっていうコメントだったりという、大変助かりました。ありがとうございます。ということで、道中クリアいたしましたね。はい、道中クリアして白亜の巨神たち、うわちょっと怖いな。ということで、今回はここまでといたしましょうか。次回はこちらのトロピカルアイランド、夏ですね、トロピカルなアイランドですよ、やっていきましょうか。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。